お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらの高回転ムートロイフグやっていきたいと思います。こちらね、今めっちゃ流行ってる、まあ、環境デッキの一つなんですが、もともとはスケドラでした。このコウモリノクですね。はい、コウモリノクがスケドラで流行ってて、まあ、なんなら今ねスケドラ型でも使われてるんですけど、まあ、それがちょっとコウモリになってさらに回転速くなったのも使われてますので、今日ちょっとこちらでね久々にトロ上げやっていきたいと思います。今77リーチぐらいですね。はい、そんなわけでやっていきます。レッツゴー。さあよろしくねと。で、まあこのデッキはね、空がちょっときつそうな気もしないことはないね。陸にはなんかスケオリムートあって強そうですけど、ラバルのファイブズアップとか来たらちょっとねむずそうに思えるんですけど、やっぱ回転速い分ロイホグでねしっかり攻めていきたいですね。ロイホグやっぱ火力高いんでね。さあコウモリ、相手は、なんだろうね、コウモリ。さあ、セパしながらね、ちょっと様子見て、これまあ一旦飛ばしましょうかね。飛ばしてから、わー、スケブか。スケブコウモリだったら、よくあるのは、ジャイスケラ。そうですね。いや、ぽいね。なんならもうジャイスケラか。ちょっと檻の位置がね、なんか変なとこに出ちゃったんですけど、許してください。で、これちょっとあの、スケで挟んでね、檻をできるだけ延命してあげたい。やっぱ檻が強いんでね。いやー、これ痛いけど、あ、痛いけど、まあまあまあ、なんならムート残ってるのでかくて、ここに、まあ、コウモリがね、来ないかな。いや、来るね。いや、来なかったね。いやー、なんかそう、来るか来ないかどっちだろうなと思ったんですけど、さあ、マスケで守ってきましたね。で、今、コウモリとスケルトン、舞台があると。さあ、ジャイスケラの、エリババージョンですね。よくミニペッカとかダークプリンスで使われてたやつですね。で、矢行きなんで、僕のね、マザニクは最強です。マザニクは最強なんですけど、まあ、今みたいにスケラ打たずにね、やっぱ攻めてくると思うので、そこだけちょっとね、そうしっかり戦っていきたいね。さあ、で、矢が飛んでくる。まあ、ここはでも、これをね、多分エリババで回収したいってことなのかな。多分エリババ低めマスケからのからのですよね。俺もでも攻めたいけどな、正直。さあ舞台行ってあげて、デリババか。あー、そうですね。ここでマザニクを裂くとちょっと怖いんですけど、最悪もう一周回します。はい、ちょっとファイブ打っちゃおうかな。で、ここスケでクッションしてあげて、このウッド多分いらないけど、いや、まあ、逆にいい感じ残る ?OKOKOK。で、これ行っても、結局、スケルトン部隊で惜しく行かれるんで行かない。さあ、マザニク無限ですね。ここマザニク使わさせようとしてるんでね。さあ、ちょっと使わずに行きたい。で、これマザニク咲くと多分逆サイジャイスケルとか来るんでね。さあ。こう5打ってあげて、相手もね、一個もスケル打ってこないですね。やっぱスケラ打つとね、それだけマザネクで舞台になるのが嫌っていうのがね、これ矢とか雪でね、抑えてくるっすよね、うまい人。そうなんですね、スケルトンで出さないんですよね。さあ、まあ、オリムートでしっかり耐えていきたいですね。これ粘りですね。なんかマザネクマジ出したいんですけど、出した瞬間絶対来るっすからね、相手。さあ、ここは、さあ、スケラ打ってほしいんだけど、打ってこない。いや、これはなんか誘われたかもしかして。いや、マザネク、いやいいよ、まず頑張れる。さあ、矢行きで、うちのママが行かれる。行かれる、行かれる、痛い。いや、結構痛いな。で、ウッド裂いちゃったんで、僕は。さあ、ここ一回ステイからの、で、エリババも前いるんでね。いやー、タイブレイクだなー。さあ、スケートムで裂いた。これ、まあ、行って、エリババ使ってもろて、ムーとスケで回収して、かな。まあまあまあ。いや、俺ちょっと壊れられるとちょっとやばいかもね。さあ、危ない。いや、これなんならもう一周いけると熱いけど、いや、一回置いていこうか。相手も警戒してますね。マザネク2周回します。なんなら。さあ、で、なんならファイバーも打っちゃいたいよね。逆サイもね、視野に入れながら。さあ、来るよね。で、しっ
っかり守ってマザネクサイ出しとけば OKOK、 マザネクサイ出しとけばなんとかなるね。おお、来てる来てる、左がこれみんな気づいてる、左が、ああ OKOK、 もうなんか何がどうなってんのか分かんなかったんですけど、まあ、マザネクをねちょっと雑に咲かずに丁寧にね咲いてたのが良かったですね。これは、まあ、相性も良かったですね。そう、ナイスで、まあコウモリの良さとしてはまあ、回転が速くなることが一つと、あとはムートの後ろのコウモリとかロイログの後ろのコウモリがやっぱ強いですよね。まあ、ザップ持ってる相手だとねもう全然活躍しないんですけど、まあまあまあコウモリにザップ打たれたのは打たれたで、まあ、他のスケとかがね生きたり2周目コウモリが生きたりとか、まあ、結局は回転で頑張りたいよねっていう、今回って5ユーノなんでペッカとかの可能性は、ね、高いよね。さあ、ペッカっぽいね。ゴーストで、ペッカ工場だったら、まあ、コウモリもマザネコもファイブザップで行かれるんでね。まあ、その分ちょっと攻めて、なんか、ええ感じにね、できるといいね。さあ、これはね、美味しいね。ファイブ打っていい気がすんな。いや、マザネクじゃんか、マジアチャのエイム良すぎんあれ。さあ、ファイブ打ったことによって、ちょっとやばいかもしれない。これ多分、工場つけてくるぐらいだと思うんだけどな。エレキ、いやコウモリが無双してる、いやいいねいいねいいね、オッケーオッケーオッケー、コウモリとスケのね位置をちょっとね分けたことによってどっちかは生きるよねっていう、まあ、ムートを延命するスケも出したかったんですけどね。さあ鬼煽られる、今朝っすよ、朝からバカ元気やん、いやいいね、気持ちよくなってきたいやいや、せめてこれ言ってもいいと思うな。最悪ゴーストプラスのだけど、ファイブ使ってくれたら使ってくれたで、さあペッカで受けてくる、ムートとかで受けたいね。工場にやっぱオリア使いたいからね俺。さあ、まあマザネク出してあげてありがとうって言われてんな。さあで、これはこっちサイドのムートでねしっかり対応してあげて、スケが回ってないよね。あれもね、許容でいいと思うな。まあ、対応できないんで、ね。でさ、これで、いや、豚セパってもよかったけど、これ右も左も相手対応しないといけないんでね。よし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 。まあ、いちいちなる想定の、もうちょっと左をね、削りたいっていうね、俺は。さあ、ムート出して、この500でも守れるな、正直。一応、まずは、OK、来るよね。一応警戒だけして、いやオッケーオッケーオッケー、いやこれで相手ねスペル打たないといけなくなるんでね、まあペッカ受けしてくるかな普通に。うん、そうだよね。でここにコウモリ出すとエリキ、あでもいい、そっちに行くのは熱い。さあ18秒ですね。この檻をマジアチャで射抜かれたくないのと、あと防衛5しっかりしていけば耐えれそうなんだけどな。いやこれ耐えれるよね、5ウッドで全時計からの。オッケー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 、スタンプは？スタンプは？いらっしゃいスタンプ。さっ、グッドゲームと磨いとこうかな。さあ久々にこんななんか吠えられてんな、ナイス。さあぴったり100位でございます。空引かなければ結構強そうかな。さあ来た、あトロ高いし、この人あれっすね、迫撃ホグ、迫撃ホグです。でガゴ群れコウモリ縦線か、まあ、ギャングか。あー、これ逆サイドハグですね、正解は。まあ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 。で、コウモリ。まあ、コウモリがちょっと厄介になってくんのか。で、ファイボザップだったと思うんで、まあ、僕のコウモリとかね、秒で行かれる。ウッドサクと、ホグ縦線か、ホグギャングが来るかな。一応なんか警戒するスケからの檻だけ持って。さあ、で、ファイボザップなんで、まあ嫌ですね。嫌ですけど、まあ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 頑張っていこうぜって言って、ガゴ群れ持ってますね。ああ、縦線か。そして。まああれはさすがにマザネクでやるんだけど、多分秒5が飛んでくるっすよね。いや、秒なんだよな、もし。やべ。いや、これ結構痛えな。いや、おとなしく5防衛。いや、マザネクで防衛悪くないっすね。いや、痛いね。もうちょっと抑えたかったね。さあで次の攻め吐くからのコウモリが辛いね俺は。さあホグ受けていきたい、これでも完封できるはず。オッケーオッケー。でいやーこれはちょっとファイボか、いやー縦線か、
縦線がこれはまた厄介ですが結構入ってるね。オッケー、マザリクレオ5打ったらこの豚からやっぱねちょっと入るね。さあこれはムートで、でコウモリさっき使ったな。いやこれはここで壊せたら熱い。いやだ届いてる、まあ、5？ いや豚がいるから相手もジミーね対応しにくいよね。いやこれ全然あるぞ、マジでマジで勝てるぞ。いやマゼンク軽く地味高すからね、これスケでいこうか。ちょっとウッドオンゾ。さあいやーでこれファイ、これちょっといっちゃおうかな。いやーこれよくねえのかな。まあいっていい気もする。オッケー、相手にファイブを使わしたらオッケー、ザップも使ったマザネク無双のタイミングなんでね今で。ここはさあ行く必要がなくてウッドで削り、ハシマイヤリゴブとかが来る。ファイボが回るかな。やっぱファイボ回してるっすよね。さあ守る。いや耐える。いや縦の選手がちょっと痛えな。あのさ発揮法やだね。先置きのやつやばいね。さあちょっとファイボを打たざるを得ないようになっちゃったんですけど、いやここで攻めた方がいいね。で一応コウモリもやってザップ。いやー防衛反撃やばいね。まあでも全然ある全然ある。じゃあちょっとのダメージ稼いで、一応マザネクバレてそうだけど、うん、ちょっとホグ内側に置いてますね。舞台になる。さあさすがにファイブ速攻で打って豚のためにちょっとでも稼ぎたい。さあホグが怖い。いやロイグ行こう、行ってよくて抑える。ザップ使ったね今。オッケーオッケー。でマザネク出してタワーにね含まれないように。オッケーオッケー、あるある、マジであるマジである、全然あるよ。いや縦線痛いんだよなそれ、一体が痛い。ファイブウッド圏内的な感じで、ちょっと考えながら、ウッド削り、端前ロイグ来てもいいようなガゴムですね。さあ。いや、でもこれはロイグ飛ばして、オッケー、タイミング被る。オッケー来た、これは絶対来たろ。反撃砲、オッケー来た、でけえ。しかも7941なんで、これやばいっすよ。俺だってまだ78いってないもんね。44、申し訳ねえけど、いやこれはでかいね、マジでかい。まあ相手がなんかファイボザップとかでも今みたいに結局一瞬は活躍できるんでね。そうマザレンクがファイブ打たれるまでの、まあ、0点数秒をねちょっと活躍してもらってを繰り返しながら、まあそれでもう頑張るしかないですよね。これ相手がラバとかでもまあ似たようなもんですね。止まんないけどその分ロイフグとかで攻めて少しの間マザネクコウモリに活躍してもらってなんとか勝ちきるとかもね狙いながらね。いやでかいね、大トロすぎる。さあこれ勝てば、うわベッドマスや。10月30日にね僕世界大会かけたね、大会があるんですけど、その対戦相手ですこの人。マジかよクロスっす。ふぅマジかよ、ここで当たっちゃうか。マジ前シーズンしかもマルチ世界一フィニッシュしてるバケモンっすね。まあ、この人に勝ってもう一人次に、上がってくる2人のうちのどっちかを、倒せばって感じっすね。25% で世界大会いけます。さあまあクロスね、いやこれ美味しい。ムートロイグだって分かってなかったのかな。こう美味しいよね。でまあウッドだけでね終わらしてくんのかなこれも。さあないと、いやちょっと入るのでかいなこれ。しかもマザネクで回収できそう、あのアーチャー。いやスケでいいのかな、スケでいいか。やっぱ低コスト回転速いの強みなんでね、低めで回してもし次のクロス置かれても間に合うように。オッケーオッケーオッケー。でクロス相手にねキングゲドいらないっすね。
さ折りおいて、いやマジで勝てるぞこれ。もう俺の負け筋はなんだろうな、シャシャリ論服しないことかな。あとはマザネクとかいらないときに出さないことだね。ここはまあさすがに出す。で、ファイブ打たれるんで、ちょっとぐらい前から出して、ね、なんかええ感じにできたらいいなって。さあ、まあまあ。で、これセパります。いやー、これ突破されんのかな？ちょっと怖いね。いや、相手回転が早いな。さあ、これだと結構受けちゃうのかな。まあ、同彩なら許そうのダメージですね、これも。こっちサイドならシャーなし許していいんじゃないかっていう。さあ、ファイブ削りまた来そうだけどな。うん。で、右サイドは、まあ、打たれてもいいよねっていう。いやー、これな、マジで。困るよね、俺。ファイブウッド打つ、スペル削り来る。うわ、えぐい。あ、残ってるもんな。そりゃそうか。さあ、ゴリル。あとはもうタイブレイカーなんで。全然通らねえな。さあ、ムート。で、ファイブをね、ケイカー。あと、ここ豚にしてね、ダメージちょっとでも稼ぎたい。やっぱ行かなきゃいけないですからね、これで。さあ行く。で、タイブレイクだね。ダメちょっとでも稼ぎたいんだけどな。ファイブ削りがね。いやー、これやばいね。なんか刺さなきゃ。さあ落ち着いて、一回出して。いや、勝てー。サファイブを僕はもうマザネクで豚にしたいね、正直。とかじゃないと勝てないよね。さあファイブ打ってくる。いや、これマザネクだったな、正解。もうこうなったら、いや、マザネク欲しい。いや、これマザネクでマジでワンチャン。いや、マジマザネクゲー、マジマザネクゲー。さ、20秒。いや、マザネクの豚マジである。いやー、入んねえか。いや、マザネク、もうちょっと頑張ってくれよ。さ、一生打たれる。うわー、いや、うまいよね。もうクロス一回通したらダメだったのかな、あれ。いやー、ちょっと難しいですが、やっぱうまいっすね。前期世界一なんでね。さあ、よろしく。穴番来た。いやー、この人もマルチ爆うまいですね。基本的にバルーントルネはよく使ってます。最近だとラバーもよく使ってますが、まあまあまあ枯渇とかではないでしょう。ダークプリー、ダークプリか。まあ、ラバーか。ペッカバルーンも全然あるけどね。さあ、なんだろう。あ、エレジャイかもね。エレジャイもなんかたまに使ってるわ、そういえば。いやー、これ一回マザネかわすか。ベビドラいるとね、トルネで寄せられてあんまダメージ入んねえか。入るんじゃない？いや、入んねえか。さあ、トリトン使った。ダークプリもない。檻か。いや、こっちちょっと攻めてあげようかな。いや、いいんじゃね。いや、めっちゃいいウッドしたけど、まさにそっちじゃねえな。いや、いい。振り向きが天才。いや、天才すぎる、それは。いや、熱い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 。いや、これスケ出す。出すか。あの、エレジャイなんで、まあ、全然こっからね、ゴリ押しでね、ワンパンされるとかもあるんですけど、
いやこれ普通にロイホグコウモリ行きたいな。ベビー、まあベビーゲー、いやー一回盛ろうかな。まあムートと檻両方どっちか残しておけばさすがに大丈夫っすね。まあ、ライト打ってもらっても全然いい、まあ、打ってこねえよなさすがに。さあこれは檻を2周回した方がいいかもな俺。多分1周目はねもうライト打たれるんすよ。あとは逆サイにね豚を飛ばすかどうかなんだけど、飛ばす必要ねえか。あダクビリあっち行っちゃった、マジか。さあいやオリムートのこのね気持ち2枚施設が強いね。でもう一回回します。これもあんならムートでもいい、ムートが壊れれば壊れてほしい。いやめり込んで、さあでライトニングが来るかもしれないんで防衛ファイボとかスペルでね、ユニットじゃなくてスペルで耐えて OKOK。いやーいい、でかい。よしよしよし。穴番とかね、マルチのこの上位勢に勝てたのは、いや、いいね。まあ、デッキが強いのもあるかもしれないんですけど、集中できてますね。さあ、ナイス。よっしゃー、ご予告ね。これ強いですね。いい感じだ。はい、というわけで、今日はね、久々にマルチやったんですけど、まあ、そこそこ勝てましたね。この高回転ロイホグ。まあ、ソラは多分ね、今日やってないんでわかんないんですけど、まあ、間違いなくきついとは思うんですけど、普通にデッキパワーあってね、使いやすいデッキだと思うんで、皆さんもぜひね、こちら高回転ムートロイホグね、使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。